親相撲後の録画開始。親相撲のポイントうますぎてびっくりして録画開始したわ。ポイントうまー録画開始 <laughs> うん。これシャーもっかい捨てられたらシャー捨てやな。 一旦これ危険だから白のドラとかマジ危険だよな絶対捨てたいんだけど本当に何が何でも捨てたいランキング1位なんだけど <laughs> 白のドラマジ捨てたいよな怖くない普通に普通に恐怖で夜も眠れないんだけどお腹すいた 現在10月17日の11時42分。いや、44分だな。うわ、天才俺。あ,あ、ファッキンビースト。これだな。ちょっと待ってな。 何に捨てたらいいか。いや、これ5いらねえな、正直な。これ、番付揃えたいけどね、普通に。番付で4とか3とか、4とか3とか7とか来てくれたりいい、7が一番嬉しいまであるね。ああ、そうなっちゃう。そうなっちゃったらこれいらないね。これ4待ちでしょ。怒涛の。怒涛の合格、みすず学園でしょ、これ。ああ、立直です。 いや、この立直は。いや、でも立直、立直やんねえと役ねえんだわこれ。4ソーズってなかなか来ないからね。マジで。でも立直やんないと役が出ないっていう。この立直っていうシステムマジででかいよな。これさ、積もったらさ、積もったらさ、ローンしてくれんの積もったらさ、上がれんのこれ。こういう場合って。あんまマージャンよくわかってないんだけど。 こううい場合積もったら上がれるのかなリーチやめてさ積もっていう役だけでさ上がれるか積もっていう役あるもんねいや正直さっきおやつもしたからまた積もるってことはないと思うんだよなうわーリーチかいや逆にありがたい4そうずってなかなか捨てないからねあーリーチかありがたい4そうずってなかなか捨てないからみんな そうなってくるともうリーチのつもぎり、え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 、初めて人生初 <laughs>。人生初なんだけど、4K 立直。4K 立直人生初なんだけど。みんなビビったでしょ。こんな、こんなことあるんだ。人生において。思ったの。マジで。こんなことあるんだ。すごい、初めて、初めて体験したわ。4K 立直。 すごくないリーチ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 えぐくない今のやりすぎじゃないちょっとちょっと調子乗ったかファイブピンズかドラいやーいいマンはいらんなみんなだから1000点持ってかれたってことでしょリーチして <laughs>。 リーチ1000点持ってかれただけってことでしょ。最悪じゃん。普通に。普通に不愉快じゃん。不愉快先生。チーン捨てよ。あーん、そうなっちゃう。ちょっと待って。エクイ。いやー、これはね、でもチート行きたい気持ちは悪いけど、いや、ここでポンはできないな。いや、ポンしてもよかったかな。あーん。アントマンだな、これ完全に。これ完全にこれアントマンですね。 ちょっと待ってな。これね。なかなか難しい状況ではあるよ。はい、立直。これね、急走待ちです。もう誰か捨てんべ。っていう。<laughs> こんだけ自敗と9、1捨ててたら単ヤをやんと思うやん。だから9大丈夫やなっていう。思わせての、思わせぶりな体としての o b t 急走だね、これが。 俗に言う。俗に言う OBTQ 層です。ンヤをやろう、これ、みたいな。これ、単野をや、みたいな。で、余った、余ったウーピンとウースを捨てて、これ、ロウソウかチーソウ待ちえもう怖いです。もう怖い。非常に。人が怖い。 <laughs> 何の俺お前、お前何も関係ないや、今の。今のは、今のは現在のとんちゃとせいちゃ。東と西の人たちが、ロンしあって、ロンしてロンされての話だったんや。お前関係ないや。なんで、なんで今、スタンプをしたのありがとうっていうスタンプ。しかも。しかもありがとうだからね。お前に何の感謝も。 求めてないんだかっていう。冷たい発言をしていく。あ、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 これもうあれです。1、2、3、4。これもチートイ、チートイ狙いだね、俺ね。ああ、もうチートイです、これ。もうチートイ確定です、これ。4万ず捨てます。絶対誰か持ってるから。4万山ね、誰か抱えるからね。捨てられる可能性が少ない。ということで、チートイツの時は真ん中の数字を捨てていくっていうのが俺のポリシーではある。 9層,9層チーピンツーマンズ、イーシャンテンです。9層チーピンツーマンズでこれ、イーシャンテン。まあでも普通に、普通にスーアンコーでもいいけどね。普通にね。これね、これあえての、これあえての 9, 9層捨てなんだよね。これあえての。 実は、実はここで、もう、ここであんこが2つできちゃってるから、そうなってくるともう、チートイーツ狙いながらも、普通の役も狙えるっていう、この、素敵、素敵眉毛って感じ。ああ、もうキモはファッキンシーツ。 泣きてえの俺だよよっしゃファッキンガーイズ <laughs> <laughs> 死んでくれるかな死んでいただけるかなっていうじゃあ提案してみるうんね <laughs> なんか泣いたスタンプ送ったらあいつ切断したけど大丈夫 ?Wi-Fi <laughs> 環境悪い昨日高速バス乗ってさ あの、東京から高速バス乗ったんだけど、その、東京、<laughs> JR のさ、高速バス乗ったんだけど、あれ Wi-Fi の強度ゴミすぎて、もう二度と乗らねえわ、本当に。二度と乗らない、JR のバス。関東鉄道のさ、関東鉄道、東京から水戸までの区間なんだけど、関東鉄道、乗ったらさ、めちゃめちゃ Wi-Fi がさ、 強度良くてさもういい、うわーと思って、テスト受けに行ったんだけど、テスト受けに行って、で、それで、あのー、こきも、あー、これ漫才いらない。テスト受けに行って、で、行きはさ、もう勉強したいじゃん、正直。行きはもう、だから、今、教科書見て、勉強して、で、あ、帰り、これもう、じゃんたまできるやん、Wi-Fi あるから、みたいなこと思ってて、んで、 帰り乗ったバスが JR で、あ、JR、あ、この有名な企業さん有名な企業さんだから、あ、これ Wi-Fi の強度もしっかりしてんだろうなと思って行ったら、本当にゴミみたいな <laughs>、ゴミみたいな <laughs> Wi-Fi 強度でさ、本当に嫌だったね。嫌な気持ちだった、本当に。もうなんか一生なんかさ、切断されちゃうんだよね。多分この人も JR のバスでやってるわ、普通に。 まあ一ね、個人の意見としてもう、受け取ってほしいわ、JR さんは。ほんとに、こう、顧客の意見はこうだよっていうのをね、知ってほしい。海外の人がね、多分乗ったらね、ぶち切れると、バチ切れだと思う、本当に。わー !F ワード出てくる、多分。海外の人が乗ったら。おーしー。t h i s Wi-Fi is bad. ファック Wi-Fi だファック Wi-Fi。マジダメだったね。ダメダメでした。その点、関東鉄道のね Wi-Fi はね、とても良かった。びっくりするぐらい良かった。びっくりしたねーっていうぐらいは良かった。本当に。素晴らしかったね。そんな素晴らしい Wi-Fi あるんだっていう。一回もこの、なんだろう。びっくりマークつかなかったしね。で、そこちょうど、 東京駅のロータリーでこうバスが並んでて、あこれ Wi-Fi の電波が混み合ってて、あのー、びっくりマークつくんだと思って。で、いざ高速バスだ、高速道路乗って、あもうこれ、もうこのバス1匹、1匹オカミだから、あ、いけるわ、これ、と思って。行けますと思ったら <laughs>。行けますと思ったら、もう本当にあの、全然行けなくて、うん、普通にびっくりマークついてて。あ、なんか俺さ、適当に捨ててるけど、これマジ、あリーチ踏んでんだよね。右の人。 怖いんだけど、普通に。恐怖感じてます。正直ね。いや、もうこれ大丈夫でしょう。うー恐怖感じてる ?Yes! I am! ンです。はい、チーマンステイ言われます。でもこいつも危ないんだよな、この左の廃止系444号。これいつも危ないです、正直。あ、お前それローン食らって。あ、食らってない。 C はさすがにできない。ちょっと待ってくれ。いや、ウーマン・はラッシュアワー捨ててるから4万図いけると思うんだよね、多分。いや、いけないな。いや、いけない。4ソー造もいけない。ちょっと待って、やばい。ちょっと降りれないんだけど、これ。あ、降りれない、降りれない。降りれない、山にかかってる。あ、もう何捨ててもダメだ。危ねえ。<laughs> 何捨ててもおしまいだっていうのにね、あの <laughs>、4万図捨てて、もうびっくりマークですよ、これな。 びっくり巻くお化け、そうやつだね。びっくり巻くお化け、つも。ヤーピンか。ははは、めっちゃ泣いてる。かわいい。かわいくねえよ。なんか1位抜かれたんだけど。最初の、最初のおやつもしてから本当に調子悪すぎて。普通に泣きそう。普通に今涙をね、拭きながらやってるよ、俺は。で、最近さ、 秋のさ、花粉秋の花粉症にかかっててもうね豚草がえぐいもうキモすぎなんかさもう待ってるもう高速バス待ってる時もさなんか後ろに豚草入っててさマジであの本当に気が狂いそうだった本当に気が狂いそうだった隣に紳士的なおじさんがいてさわあ紳士的なおじさんいるからこれ気が狂ったことできねえわと思ってもう我慢しちゃうんだけどその人あのバス あの1時間半ぐらいかな1時間半ぐらい座ってたら <laughs> 急に急に貧乏ゆすりが激しくなって <laughs> どこが紳士やねんでも <laughs> 紳士的なおじさんめっちゃ貧乏ゆすりしててえなにこの人みたいな <laughs> 見た目だけかいいと思ったすごいもう振動が伝わるぐらいもう多分後ろの人は 俺の後ろの人は、俺が貧乏ゆすりしてるんじゃないかっていう疑いをかけられるぐらい、もうすごい勢いで貧乏ゆすりしてて、すごかったよ、当に。うに。どうしたどうしたみたいな。そんな時間ギリギリで行ったんかなっていう、このなんか、もう時間間に合わないから、うわ、腹立つわ、みたいな感じで行ったんかなってう思うぐらい、もうすごい、すごい、貧乏ゆすりだった、本当に。で、貧乏ゆすり良くないね、やっぱね。やっぱね、なんだろう。 なんか幼く見えるね。やっぱりやってる人を見ると。紳士的なおじさんだったのに、急になんかガキ臭かったもんね。<laughs> ガキ臭この人みたいなの思っちゃったもんね。やっぱやんないほうがいいんだね。やっぱ。子供の時にそれやめなさいって言われたことは、やっぱやんないほうがいいわ。やったら、もう、ねえ、信用を失われ。貧乏ゆすり。 信用失うね。あれはね。すごかったもん。あいば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 い、ミスった。アップねー動画を使用中はビー。ナイス。わお、三面待ち、ベイベッツ。三面待ち、ベイベッツ。これ絶対ローンでしょ。これローンして1位で終わりだ、これ。258待ちだからね。もうね、もう何しても勝てるよ、これ。三面待ちですからね。 待ちですからあそれロうしたら本当に切れ散らかせよ俺オッケーよいしょっきさちょっとだけさエーペックスの熱がさ戻ってきてさエペ祭りエペ祭り見てさあをあの,雪をあのリ,リドル四五六のさ雪をがさめちゃくちゃかっこよくて。 もうモコウとオエちゃんとかいうなんか無能二人連れてさ、ユキオがさ、一人でさ、頑張ってさ、マジですごかった、ほんとに。でもモコウとオエちゃんもさ、やっぱさ、エンターテイナーだからさ、<laughs> やっぱさこう、ガチで挑んでんだよね、大会とかも。それがやっぱみ見てて楽しくて、もうね、すごい、エイペックスってやっぱいいゲームなんだなって思ったね、ほんとに。はい、1位。 もうね、最強です、私が。私が最強。ええええ金もらえるんだけど。えあ銀のまで打つとこんなメリットがあるのあ、俺もう一生銀のまで打とう。え、ずっと俺さ、団員戦でさ、銅のまで挑んでたんだよ。俺、初心者じゃんし、初心者ぶっ。 初心者ぶっつぶそうと思ってさ、どうのまでずっとやってたんだけどさ、え、これ、金もらえるんだったらさ、絶対さ、こっちでやった方がいいやんな。普通に。えぐっ。なんかいいこと知ったわ。じゃ、バイビー。